今日はみんな大好きな、ドラゴンボールをいろんな漫画家さんが描いたら、という内容だぜ。ドラゴンボールは永遠に俺らのヒーローで最高の作品だから嬉しいぞー。やっこほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今回は、俺らの青春時代を共に過ごした、ドラゴンボールをいろんな漫画家さんが描いた画像をいろいろ紹介していこうと思うぞー。ドラゴンボールも結構味のあるデザインだから、いろんな漫画家さんが描くことによって、本当に別作品になるよな。確かにその辺楽しみだよな。先日作者の鳥山明先生の残念なニュースが急に流れてきて、俺ら漫画アニメ好きはすごくショックが大きかったよな。でも俺らでドラゴンボールを見て笑顔になることで天国に元気玉が届くだろうな。いいこと言うじゃねえか。じゃあ今回もみんなででっかい元気玉作っていこうぜ。ドラゴンボールは永遠の神作品だぜ。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まずいろんな漫画家さんの作品を紹介する前に、偉大な原作者、鳥山明先生の絵を見てもらうぞ。やっぱりいつ見ても唯一無二の絵を描いてる漫画家さんだな。デフォルメ感があるのにかっこよさもあるのは鳥山明先生特有の描き方だよな。少し余談だが、ドラゴンクエストのキャラデザを鳥山先生が担当してるのは有名な話だよな。マジで偉大すぎるだろ鳥山先生。こんな神作ができる人この先出てこないだろ。そんな鳥山先生に憧れた漫画家さんたちも多いことだろうな。じゃあ本題のいろんな漫画家さんが描いたドラゴンボールを見ていくぞ。まずはこの先生からだぜ。ジョジョの奇妙な冒険で大人気の荒木博彦先生が描いたドラゴンボールだぜ。ご飯がジョジョ立ちしてるのがしっくりきてて草だぜ。セルとかもスタンド感あっていいな。こうも漫画家さんで雰囲気が変わるのかって思う一枚だよな。マントの描き方とか色の塗り方が荒木先生だぜ。ちなみに今回はジャンプの企画で行われている有名漫画家さんがドラゴンボールの表紙を描くというところからいっぱい抜粋させてもらってるぞ。なんだよその企画、最高オブ最高じゃねえか。ありがとうジャンプ。他にも荒木先生はこんな絵も残してくれているぞ。鳥山先生の画風に寄せてるけど否めないジョジョ感。まつげとかがめちゃくちゃジョジョだな。そんな感じで今日は進めていくぞ。次に紹介するのはブリーチで人気の、久保タイト先生だぜ。かっけえ。あえて悟空を登場させずにタオパイパイとかオドカンと書いてるのが、ブリーチの強キャラ感出てて好きだぜ。やっぱり他作品の漫画家さんが描くと別キャラになるな。ベジータとかが圧倒的ラスボスって雰囲気を醸し出してるぜ。もう一枚、久保タイト先生が描いたものだ。悟空の目が黒崎いちごと同じ目をしている。フリーザとかもこんなの強そうすぎる。原作のフリーザとは違う戦法で戦ってきそうだよな。そんじゃ次の漫画家さん行くぞ。次はデスノートなどで有名な、小畑武史先生が描いたものだ。ジャンプ随一の画力を有している小畑先生はしっかりと鳥山先生の画風に合わせる感じなんだな。車の中のディテールとかにもこだわってるのがさすがとしか言いようがないよな。どんな感性を持ってたらこんなにも上手い絵が描けるんだよ。一つ一つの描き方が上手すぎんだろ。いろんな漫画家さんの癖とかも見抜けてこの企画面白いよな。そんじゃ次の漫画家さんは他の週刊誌からだ。七つの大罪で有名な、鈴木中葉先生が描いたものだぜ。肉弾戦の感じが生々しすぎるって。ガチの喧嘩っぽい感じはドラゴンボールで描かれてないぞ。この鈴木先生なんだが、初連載はジャンプだったそうで、ドラゴンボールに絵柄が似ていると言われるぐらい、影響を受けているそうだぜ。確かに言われてみれば7つの大罪もドラゴンボールっぽいのかも。けどそれくらい好きな作品を描けることは素晴らしいな。見てても影響受けてても面白ければ何でも OK だよな。よし、それじゃあ次の漫画家さんだ。次に紹介するのはアイシールド21やワンパンマンの作者、村田雄介先生が描いたものだぜ。村田先生は絵が上手すぎるんだよ。この画像もドラゴンボールっぽさを保ちながら車とかの立体感が半端なさすぎる。完全に村田先生のものにしてしまってるもんな。村田先生はたびたび X にドラゴンボールを落書きで書いてみたという内容もポストしているぞ。画力の数値がカンストしまくってる。落書きでこんなにも迫力とか出して本気出したらどうなるんだよ。本気出したら紙から火が出てくるぞ。じゃあ書いたやつ全部パーじゃねえか。それじゃあ次の漫画家さん行くぞ。次はナルトの作者、岸本正史先生が書いたものだ。ジャンプの大人気漫画同士がコラボ。これ以上に熱いイラストはないだろ。岸本先生はリスペクト強すぎてほぼ模写って感じがするよな。模写できるほどの画力が素晴らしいぜ。やっぱりこの流れできたらもう一人紹介してほしい漫画家さんもいるんだが、
わかるか？もちろんだぜ。小川栄一郎先生が描いたドラゴンボールだぞ。もうこのコラボは一生語り継がれるべきだぜ。1から10まで最高すぎるんだよな。俺たちがこの企画するときは毎回のように紹介させてもらってるもんな。ワンピース、ナルト、ドラゴンボールはヤバすぎるぞ。語彙力低下してるじゃねえか。まあそれぐらいの伝説を築き上げたもんな。これからも俺らが語り継ごうぜ。よし、それじゃあ次の漫画家さん行くぞ。次は東京グールの作者、石田水先生が描いたものだぜ。一気に悟空がリアルになった。確かにデフォルメしなかったらこんな感じになるのかもな。けど悟空はデフォルメした方が可愛いよな。石田先生の絵柄だと人間感満載すぎて。これが後のグールになってたりして。悟空ならグールに襲われてもワンパンだろ。よし、次の漫画家さん行くぞ。今大人気の呪術廻戦の作者、芥見ゲゲ先生だぜ。芥見先生っぽくコミカルなシーンが切り取られてるな。ピッコロのこの表情が何とも言えないぜ。呪術廻戦って結構コミカルなシーンが多いからそれをドラゴンボールにも取り込めてて。いい感じに芥見節が効いてていいよな。ゴテンクスをチョイスするあたりもセンスが爆発してるぜ。やばい、この企画楽しすぎるぞ。そんじゃ次の漫画家さんに行くぜ。次は D グレイマンの作者、星野桂先生だ。キャラクターのチョイスが最高すぎる。グレートサイヤマン、俺めっちゃ好きだからいいな。それはチビゾウの個人的見解すぎるだろ。けどトランクスとかが結構女性っぽく書かれてて星野先生の良さが出てるよな。星野先生が描く女性キャラってさ、美少女って感じがして大半のキャラクターに惚れてしまうぜ。てかトランクス女性キャラじゃないだろ。そうだった。よし、次の漫画家さんだ。キングダムの作者、原康久先生が描いたドラゴンボールだぜ。普通のキングダムじゃねえか。孫悟空要素とかドラゴンボール要素を見つける方がむずいって。キングダムのワンシーンで登場してても、新キャラって思うぐらいで誰も悟空だと思わないだろうな。けどそれが原先生のいいところでもある。この絵柄を見ればキングダム思い出すもんな。気づかずとも自分のブランドを確立してた原先生さすがだぜ。よし、次の漫画家さんだ。これは直撃の相馬の作者、佐伯俊先生だな。ブルマにツヤ感を持たせてくれてありがとう。佐伯先生も女性の描き方に定評あるからブルマが引き立ってるぜ。それはただ可愛い女性キャラクターみたいだけじゃねえか。悟空は原作っぽさあるけどブルマは新キャラ感あって新鮮だよな。だって佐伯先生は美味しいご飯を食べたら爆発するリアクションを描く記載だぞ。嬉しいじゃねえか。理由が理由になってねえよ。もっとブルマにはリアクション級のことをして欲しかったのか？変な話は置いといて次行くぞ。これはドクターストーンの作者、坊一先生だな。海外のコミック感が否めない。フリーザとかコミカルな中ボスだもんな。悟空の顔つきとかも誰だかわからんよな。まあ坊一先生はもともと青年漫画を主戦場にしてたからリアル寄りなのは仕方ないぜ。悟空のそばに隠れてる亀仙人の作画で坊一先生のうまさが隠しきれてないぜ。めちゃくちゃ当たり前なんだが漫画家さん全員絵がうますぎて異次元だぜ。よし、次の漫画家さんだー。みんな大好き銀魂の作者、空木秀明先生のだぜ。誰の作品かわからねえ。ドラゴンボールにリスペクト持ってるからこそ絵柄を寄せた結果、空木の絵柄もどっか行ってしまってる。言われてみればただ絵が上手い人が描いたドラゴンボールだな。でも悟空の顔をよく見れば若干銀さんっぽいぞ。ピッコロに関してはたまーに銀魂に出てくる宇宙人みたいな雰囲気もあって面白いな。ちゃんと見ていけば漫画家の癖も見つけられるんだぜ。よし、そろそろラストスパートだぞ。これはピュート福ジャガーでおなじみの、臼田恭介先生だぞ。めっちゃしょうもないことしてるじゃねえか。この悟空はナメック星のことを観光地だと思ってるんじゃねえか。確かに東京タワーとか観光地でこれやるけどな、奥で棒立ちのフリーザがシュールで面白すぎるぜ。悟空の顔は完全に臼田先生作品すぎるんだけどな。臼田先生はこんなコラボの時にも軸をぶらさずで最高だな。よし、ラスト3人だぜ。次に紹介するのは暗殺教室の作者、松井雄星先生だぜ。ピッコロが乗っ取られすぎてる。後ろには本物の色味でコロ先生がいるし、これはドラゴンボールなのか暗殺教室の番外編なのか。ギリギリターバンを巻いてるからピッコロ確定だ。これはドラゴンボールってことで。よし、次の漫画家さんだ。これはスケットダンスの作者、篠原健太先生が描いたものだ。篠原先生ってこんなに絵が上手かったのか。ギャグ漫画で埋もれてたけどめちゃくちゃ上手いじゃねえか。しっかりと自分の画風でも悟空とブルマを描いてて別作品感も出してて最高だよな。恐竜のデザインとかも鳥山先生に並ぶくらい上手いな。初期のドラゴンボールを篠原先生がリメイクして描いてほしいぐらいだぜ。確
かにそれは見てみたいな。そんじゃラストの漫画家さんを紹介して終わるぞ。これはトラブルの作者、矢吹健太郎先生が書いたものだ。だから質感がH漫画すぎるんだよ。同人誌の表紙でも違和感ないぞ。というわけで今回はいろんな漫画家さんが書いたドラゴンボールの絵を紹介させてもらったぞ。漫画家さんごとに絵のタッチがガラッと変わって別作品をいっぱい見てる気分で楽しめたぞ。鳥山先生は一生俺らの中で生き続けるから、これからもみんなでドラゴンボール、楽しもうぜ。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。